7月20日、正木町津々井のエミフル正木エミフルホールで、イオギン金融教育教室夏のキッズセミナーが開かれました。これは子どもたちにもっと銀行の仕組みなどを知ってもらおうと、イオ銀行が平成19年から夏休みなどに開催しているものです。参加した子どもたちは名刺交換体験や練習用紙幣を使ってお金を数えたり、エミフルにあるイオ銀行の支店の見学などを行いました。愛媛県内の一人でも多くの子どもたちに、お金について、あとは銀行の仕組みについて学んでいただきたいと思って、このセミナーを開催しています。お金というとちょっと難しいイメージがあったり、銀行というと硬いイメージがあるんですが、今回のセミナーを楽しんでいただくことで、銀行やお金についてじっくり考える、そんなきっかけにしていただきたいなと思ってます。銀行の、仕組みとかいろいろ分かったので良かったです。いつもは見られない銀行のところが見れて、いろいろなことが分かったので良かったです。銀行のお金を数えたりするのが楽しかったです、いろんなことがいっぱい分かって、次大人になって銀行に行った時にこのことを覚えて行ってみたいです。またこの日は金融クイズや金融教育ゲームなども行われました。参加した子どもたちは真剣な表情で銀行やお金に関する正しい知識を身につけていました。